ちゃん、差し入れのクッキー食べる？あ、ありがとう。何睨んでるのよ。睨んでないんです。誰に対してもこうなんですけど、かなちゃんが自分のこと特別な存在だとか思い上がってるからそう感じるだけじゃないだと思ってるの。天才子役よーって。おやおや、まあまあ、ずいぶんと口が悪くいらっしゃって。まあ、大嫌いで大嫌いでしょうがないからそういうこと言うなのよね、黒川あかねちゃん。やめて、なんでそんなの持ってるの。まあ、あんなにすごい役者さんの憧れの人ってどんな人かと気になって。あれー、あ、でも私が大好きならそう言ってくれたらいいのに。誰が教えたの。ララライの誰かでしょ。すまん。確かに昔はそうだった。でも実物見たらこうじゃない。態度が大きくて失礼で、人のことこんな風にバカにして。スタッフさん、稽古場にファンが紛れ込んでて怖いんだ。